はいどうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、こちら、磯靴のね、ちょっと、レビューをしていこうかなと思います。もうこの磯靴ね、もう何回か使ってやっぱこうすごくね、いいので、ちょっとその辺をね、お話ししていこうかなと思います。自分はね、この磯靴ってこれ4足目なんですよ。4足目、初代は4000円ぐらいの安いやつだったんですよね。で、2足目からリミテッドプロ買ってます。シマノのリミテッドプロ。2足目は紐だったね、完全な靴紐の紐で、3足目はこれね、1個前のやつなんで、もうボアシステム搭載か、ボアシステムの、あれ何代目かな、ボアシステムになって2代目とかだったと思います。これ今何代目だろう、5代目か6代目ぐらいになってるのかな。で、まあ、前回のね、モデル、前回のモデルなんだっけFS175N っていうのがこれの前に使ってたやつなんですよ。もうすでに持ってないんでね、ちょっと比較的なのはもう現状できないんですけど、それとちょっとまあこういろんな変わった点をね、紹介していきたいと思います。これ結構変わってるんですよ。めっちゃいい、正直言うとめちゃめちゃいいので、ちょっとその辺をね、紹介していきたいと思います。まあ、まずね、デザインは、まあまあ、リミテッドプロなんで、まあ、それはまあ置いといて、まあ、あと、ちなみにリミテッドプロをね、使う理由の一つは、自分ね、足の裏が痛くなるとか、あと、汗っかきなんですよ。まあ、知ってると思うんですけど、汗っかきで、足もめっちゃ汗かくんですよ。やっぱね、めっちゃ汗かくときは、靴下が絞れるまではないけど、めっちゃ湿気てになってる汗かくんで、その汗を外に逃がすには、ゴアテックス以上の素材ってないわけですよ、磯靴でね。あと下はもうドライシールドとかしかないので、やっぱりその辺はゴアテックスしかないなっていうところなんですよね。でも湿気を逃がして、中はやっぱね、汗かくと気持ち悪いじゃないですか。でそれを極力出してくれるのはやっぱゴアテックス一択なんですよ。高いけどしょうがないってところ、これはね。で、まあ、その前回のね 175N かから、まあ、いろんな、ね、こう改善点をちょっとね、紹介していきたいと思います。かなりもう本当にね、磯靴の中では完成度が高いなと自分は思ってます。まずね、まずこの外観のここね、自分が前持ってたモデルはここにやっぱ 磯のあれが当たるから、ここになんか布みたいのがあったのよね。でそれをこうやって縫い付けてたのよ、こういう何て言うかな、紐でね、紐っていうか糸で縫い付けてたんだけど、その縫い付けたやつがこの何だろう、布に直接縫ってたって感じだから、当たり前だけど、こう磯とかにバンバン当たって、その糸が切れてほどけてたのよ。だからここにこうゴアテックスがあって、ここに一枚布みたいなのあったんだけど、布がペラッと剥がれてる状態になってたんですよ。完全に設計ミスだよねって思うぐらい、水が入ることはなかったけど、でもここがペロってさ、剥がれてるのダサくないなんだこれ、絶対設計ミスじゃんって。だって磯に当たるわけじゃん絶対。だけど多分ね、そう、自分が思ってたその F175N か、 FS175N の確か次のモデルにはだこういう形にもなってましたね。でどういう風に改善してるかというと、今回この布みたいな生地じゃなくてゴムなんだよね。ゴムでプラスこれね、この紐でこうなんていうのかな、縫い付けてるんだけど、縫い付け部分がこうね、分かりづらいけど一段ね下がってるんですよ、この縫い付け部分まで。だからこのゴムよりも縫い付け部分は下になってるって感じ、一段下がってるんで、磯のこう尖った部分が当たりにくくなったよね。だからこの紐に基本多分ほぼ当たんないので、そうやってほどけることがなくなったっていう感じですね。全体を見てもそうだね。あ、そうそう、前こんな感じ、このかかとのこういう感じね、こう紐がこうやって直接縫ってたね、この横の部分がこういう風に直接縫ってた感じだから、磯にちょっと当たりやすいよね、かかととか。やっぱ体重をさ、こう支えたりするのにこう当てるから、そういうとこほどけて、なんかこうなんだこれってなってました。でもこれは改善してるんで、これはもう全然こういい感じになってると思います。まあ、ほどけるってそもそも設計ミスだね。これ後ろは大丈夫、後ろはまあそんなにね当たることないんで、まあ、ここはそんなほどけることはないと思うんですけども。で、2つ目はこのボアシステム自体ですね。
ボアシステムはこうなんて言うんだろう、こうあのワンタッチでこうまずこうやって前に出るというか、こう緩めれる。でボタンっていうかこのスイッチを押して閉めると、そうするとあの簡単に履けると。だから自分は初代はあの紐だったんで、やっぱちょっと履くの大変だなとはちょっと思ってましたけど、今このカチカチカチが、まあ、今主流というか当たり前になってきてるんで、まあ別にこれはいいんだけど、ただ自分の場合は2代目ぐらいだったんで、こう締めても締めても、なんだよこれ、みんな言ってたけど、ここは締まるんだよ、足首のここはね、ここはガッと締まるんだけど、ここら辺が緩いのよこれ使ってる人は分かると思う、ここら辺が緩かったのよ。でもこれは新しくね、こう紐っていうかワイヤーかの位置をこうある程度配置をね、こうある程度適正化されてるんで、上はあのなんていうかこうワイヤーがなんていうかな、少ないっていうのかな、ここは1本、ここに1本で、ここも足首になって先端に行くほど多くなると。今ホームページ載ってないけど、ここね、ここの部分って外せるわけですよ。ここね、外せれるよね、外せる、わかるかな、今外したんですよ。そうすると紐の量が少なくなるから、ちょっとここは緩くなるみたいな。ここをきつくしたい人はここに引っ掛けてあの締めるといいっていう。ちょっとカメラで反転しながらやるからすげえやりづらいんだけど、ここに引っ掛けてね、引っ掛かってるね。あ、ちょっとまあ後でやろう。まあちょっとここをきつめするか若干緩めするかっていう、この調整機能があるんだけど、これ正直試したけど分からない自分は、うん、まあどっちかっていうとここを引っ掛けてた方がいい気がするぐらいです、うん、まあ一応理論上というか、ワイヤーが多い方がそこの部分がどんどん締まるんでね、まあ普通に言うと、まあこの状態の方がいいのかなと思うけど、まあまあ前に比べたら、こう前こう平均的にこうワイヤーがあったりしてたんで、締めても締めても上ばっかり締まって下が全然ね締まらなかったんで、その辺がこうバランス的にこう設計をね変えて新しくなったおかげで、だいぶこう上だけじゃなくてここら辺も締まるようになったっていう感じですね。でさらに3つ目、これですよ、さっきから鬱陶しいなと思ってる、これが素晴らしい。うん、たったね、ちょっとこうペタッとつけるこれなんですけども、これがね、もうすげえアイディアでつけたなと。見た目正直ない方がかっこいいよ、うん、ない方がね普通だしかっこいいんだけど、これはねすげえ改善されてる一つですね。シマノのねホームページは新ホールドテープと、まあ、書いてますけども、これがねめちゃめちゃいい。イソって基本的に水平っていうよりは前に下がってることが多いと思うんですよ。まあ大体こうね、イソっていうか、まあちょっと離れた大きいイソとかだと、こう後ろが山で、ここから前にこう下がっていってるから、ずっとね。だから基本的に前のめりになるというか、前下がりのイソが多いと思うんですよ。北浦はちょっと別、北浦行くたびこう、北浦ってなんか上上がりが多いんだけどね、海に向かって。だけど、あの基本的に、まあ、大体に沿って大体下がりが多いんですよ。で下がりが多いとどうなるかっていうと、やっぱこう人間の体重がどんどんこう前に移動してくるというか、うん、多分それがあると思うんですよ。だからこれをボアシステムガッチガチに締めて前に行かないようにするけど、ここしか締まんないからさ、足自体は前にずるっと、行ってしまうんですよね、うん、それをこの新ホールドテープ、めちゃめちゃこのたったベリベリこれ1個で相当幅改善してます、まあ、ここだけ締めてもやっぱ人間なしってこう前にずるっと、こうなんていうのかな、前にこうずるっと行きやすいんですよね、足の形状っていうか。だからここを支えるだけでもうこれ以上前に行かないようにストッパーになってくれてるんですよ。これがこの新ホールドテープのもう素晴らしいとこで、たったこれだけなんだけど、足がやっぱ前に行かない、これストッパーかかるから、足のこのここら辺ね、やっぱ前に行くとここがさ詰まるのよ、まあ、人によっては先端だったり、まあ、場所による、あの足の形状でよりけりあるだろうけど、ここが痛くならない、前に行かないからさ、こ
ここで止まってくれるんで、しかもここで止まると痛いと思うけど、このここの厚みって結構あるからクッションになってるんですよ。でしかも全体的にこう支えてる感じなんで、これがねめちゃめちゃ改善されてめちゃめちゃいいところだから、前のめりになってもなんかそういう負荷がかなり軽減された一つだなと思います。これはマジで素晴らしい。これはもうこのだかっこいいと思わないよ、これがね。かっこいいと思わないけど、このちょっとしたベリベリ、これがマジで最高です。そしてさらにですよ、さらにこれのね、でこの中のこのインソール、これなんですよ。まあ、さっきの話の流れの続きじゃないけど、やっぱここで押さえててもやっぱりこう多少前に行こうとする力が働くわけじゃないですか。当たり前だけどこう前に下がってるからね、いくらここで支えたとしてもっていうとこなんですけども、これソールいつから変わってるか分かんないけど、このソール、この新ソールっていうのかな、シマノのでけえな足28センチこのソールなんですけども、裏表基本的に多分一緒の素材かな、多分色違いぐらいでしかないと思うんだけど、これのソールのこっち側ねがもう今音鳴らないから、ちょっと濡れたりすると分かるんだけど、相当滑り止め の、 あの素材です。裏は、まあ、サラサラなスポンジの素材かな、柔らかいスポンジの素材って感じだけど、こっちはちょっとゴム感的な、ゴムっぽいなんかこう滑りにくいインソールの素材なんですよね。これがまたこう前のめりにするストッパーになってくれてる、うん、だからこう朝って当たり前だけど水平の位置でガチッと履くじゃないですか。その位置をキープしてくれる一つですね、うん、もちろんこのさっきのねこのホールドテープでやっぱ前のめりに行くのをこう押さえてくれるっていうのもあるんだけど、この足っていうかこの磯靴の中でこのピタッとね、朝履いた時ってこの水平だじゃないですか。だからいい位置でこの固定したまんまって感じです、中もね。だからこう前に行ったとしても全体がこれストッパーなんで、足の中から動きにくくして、さらにこのストッパーで前伸びに行くのをさらに防いでくれてるんで、だから完成度高いんですよ今回の。これはマジで良かったなって感じ全然違うんですよ。自分が前持ってた175N か N のやつってこの中敷きっていうのかな、中敷きが2枚入ってたんですよ。1個は多分下のこう通気性重視で、2つ目はこう 上の部分はメッシュっていうのかな、メッシュ素材で、下が多分ちょっとこう浮かせてこう通気性良くするっていう、なんかそういう2つやったと思うんですよ。で1個になってて、なんで1個やねんって思ってたけど、全然違う、こっちの方がいいわ通気性確かに前の方がいいんだけど、いいんだけどね、いいんだけど、こっちの方が滑らないんですよ、滑らない。そういう点でこっちの方が圧倒的に疲れが少ないというのと、足が痛くならないっていうので、あ、そういうことで1個になったんだと、うん、やっぱメッシュだったら滑るじゃないですか、メッシュと靴下なんでね。でこれゴムっぽい素材で滑らないんですよ。でも本当に朝ね、座ったまま安定したところでこうガチガチガチってやったのが持続して固定してくれるんで、いい感じで釣ることができると。まあとはいえね、全く足が痛くならないってことはない、それはもう磯の形状によりけりっていうところもあるんだけど、だから今までの中で完成度めちゃめちゃ高いです。だからこれ買ってよかったなって感じ。磯に行った時の足がね、こうやっぱ、ね、今まで締めてもここだけだったのが、ここのホールド一つでここまで変わるかっていうぐらい改善してます。そしてまだあるっす、まだあるっていうか、まあ、これはおまけですけども、このボアシステムね、シマノだと今これ当たり前のように使われてるこのボアシステムなんですけど、これってこのボアシステムってボアっていうメーカーなんですよね。これ1個のこれがどういうことを、あれするかっていうと、これってワイヤーじゃないですか。でこれ多分切れる人もいると思うんですよ、プチンとね、締めすぎてとか、まあ、それはどういうあれで切れるか分かんない、自分は今まで切れたことないんであれですけど、切れる場合もあるわけですよ。で切れた場合、これって実はこのボアシステム問い合わせだったかな、これね無償で代替品みたいなの送ってくれるんですよ。ワイヤー切れましたってなるじゃないですか。
で確かボアのメーカーからだったかな、シマノからいけただったかな、ちょっと自分もちょっと覚えてないけど切れたとしてもこのボアに申請したら、このワイヤーとこのロック部分を送ってくれるんですよ。でまあ自分で修理しなきゃいけないんだけど、でその説明も別にそんな難しいもんじゃない難しいもんじゃないんだけど、それで、部品の取り寄せは無料なんだよね。だから切れたとしても安心して使えるといった感じです。ちなみにあのダイワの磯靴はボアシステムじゃないので、切れたらダイワにメーカー修理として出して結構かかったんじゃなかったかな確か。でもシマノはボアシステムなんで、これはワイヤー切れたとしても実は無料で修理できると。確か自分で修理しなきゃいけなかったはずだけどな、ちょっとすいませんそこら辺ちょっと自分実際やったことないんでねあれですけど、まあ切れたとしても、まあ、お金かかることはないね、自分ですれば申請して送ってきてもらえばと、はい、今言った感じですね。というわけで今日はこの磯靴ですね、磯靴ちょっとしばらく使ってみて、レビューしましたけどもいかがだったでしょうか。本当に今までのシリーズの中で多分一番いいと思う。今回からだよねこの新ホールドシステムが採用されたのは。これが本当にねめちゃめちゃいい。ただそうそう一つデメリット言っとくと、デメリットは脱ぐときだね、脱ぐときぐらいなんだけど、はい、解除しました。でホールドが効いてるからホールド剥がす。で脱ごうとすると、あ今こう逆につけてたからいいか、剥がれるけど、ね、また ついたりするんだよ。こっちは多分なるかな。はい。はい、解除してるか。解除してます。ね、ホールド剥がす。ほら。わかります。ホールド剥がしたら戻んのよ。だから、あれ、引っかかるぞっていうのがなる。うん、ちょっとこの辺がまどろっこしいかなっていう感じ。まあ、これでも脱ぐときだけなんでね、うん。ちょっとこれが戻りやすいって感じ。こう剥がしてペタッと。多いっていうのが時々あるけど、まあ、別にその脱ぐ時のみなんだよね、まあ、別にその辺は、はい、自分深くは気にしてないんですけども、はい、まあそんな感じで本当ね磯靴の中で、まあ、実際ねこれリミテッドプロって多分各メーカーが出してる中で磯靴の中では多分一番高いと思うんですよ、うん、だけどそれなりにやっぱ完成度はねすごく高くで、ゴアテックスで蒸れにくい、汗っかきでもかなり蒸れにくくなってるし、で浸水も全然しない。結構自分で水ザバーンってかぶったりとか最後の片付けとかやっぱなバシャってなったりするんだけど、全然こう水がね浸透することもなく、靴下がべちゃべちゃに濡れたってことないんですよ、水が入ってね、はい、まあそんな感じですごくね完成度高いので、皆さんもね気になる方はぜひ試してみてください。これの1個下のドライシールドも形状的なあれも方向変わんないし、ただゴアテックスかドライシールドかって感じなんで、別にそんなに汗かかないよっていう人は、まあ、そっちでも全然ね値段が全然違う、1万近く変わるんでね、購入するとき8000円とか1万ぐらい変わるんで、はい、まあぜひね気になる方はこの辺試してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今日は以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。